はい、えー。今回ですね、熟成さんがご質問いただいたので回答していきたいと思います。えー、ブログで3万稼ぐを読んで、早速ブログを始めようと思っております。えー、お名前 .com とエクサーバーをそれぞれ調べてみましたが、お名前 .com ではサーバーも提供していて、エクサーバーではドメインも提供しているようです。お名前 .com あるいはエクサーバーでドメインとサーバーを両方契約した方がいいでしょうかそれとも、 ドメインはお名前 .com サーバーは X サーバーというようにそれぞれ単独で契約した方がよろしいでしょうかということなんですけれども僕のおすすめは X サーバーです僕のおすすめは X サーバーですでんでかっていうとこれはもうアフリエイトやられてる方もう昔からアフリエイトブログサイトアフリエイトやってる方はもう全員ほぼほぼ高確率で X サーバーです、うん、で今サーバー会社めちゃめちゃあるんですけどもう X サーバー古いっす 古いしその大御所のアフリエイターさんとかもほぼ X サーバー使ってるのでサーバーは X サーバーが一番安定してると思いますし歴史もあるしその実際にアフリエイターさんとかサイトアフリエイターやってる人も X サーバーをほぼ契約していますうんだからサーバーは X サーバーが断トツおすすめですなぜならばですねでドメインに関してはぶっちゃけどこで取っても一緒なんですよドメインは <laughs>。 だって、その、契約が変わるだけで、ドメイン取ってるものは変わらないんですよ。サーバー自体は、サーバーに関しては、そこの会社によって、スペックが違ったりとか、あと、サーバーの許容範囲とか、SSD なんちゃらとかなんちゃらとか全然違うし、価格帯も違うし、まあ、その、内容自体がサーバーは違うわけです会社によって。で、サーバーで、えー、ポイントとしてあるのは、やっぱ安定してるかと、結論。安定供給してるのかっていうのが、 え見るべきところで X サーバーはまあ古いしまあ安定してるというところでサーバーなんですけどドメインに関してはもうどこでとっても変わらないですねでなんで僕がお名前ドットコムを推奨してるのかっていうと安いからですお名前ドットコムって一番多分ドメインを売ってる売ってるところとしては多分あの人数多いんですよでキャンペーンもガンガンしますお名前ドットコムキャンペーンガンガンするんで なんで、お名前 .com を推奨しています。もちろん、その X サーバーもドメイン提供してますよ。うん。だけど、あの、お名前、ドメイン単体で見ると、お名前 .com が一番安いかなと。だから、どこで取っても一緒であるならば、安いところから取った方が良くないですかまあ、月額費、あの、年間費用は変わんないんですけど、その、なんだろうな、キャンペーンですよね。お名前 .com のキャンペーンがえげつないですよ。<laughs> 他のドメインを提供している会社が打ち出せないキャンペーンをおマイドットコムは出せますそれは何でかっていうとバックボーン GMO っていうのもあるしあとは顧客数が多いって顧客数も多いしバックボーン GMO っていうのがあるんですねうんなんでまあお名前ドットコムも僕が推奨しているのはそういうことですなんでえ結論としてはお名前ドットコムで単体でドメインを取るでサーバーは X サーバーがいいと思いますただその 別にそのキャンペーンに参戦しないとか、そういうことであるならば、X サーバーが提供している、えー、ドメインでもいいと思います。うん。はいまあ、基本的に年間費、年会費に関しては、大した変わらない部分あると思います。まあ、それはまあ、年会費は、まあ、その、ちょっと調べていただければいいと思います。お名前 .com の年会、年会費、その、例えば .com の1年間の、多分変わらないと思うんですよそれは大した。一緒だと思うんですけどね。 まあ僕比較したことがないんで分かんないですけど、うん、まあまあその年間年間はどれぐらいなのかっていうだこれあとね気をつけないといけないのがあその年間のあれを見てください要はお名前ドットコムってキャンペーンでガンガン売るんですねなんで例えばこのドメインだ例えばなんだろうな前あったのがなんとかスペースとかなんとかドットスペースっていうやつをなんか超安くやってたんですよだけどこれね 一年間のランニングコストが、その更新すると3000円ぐらいかかってたのかな。<laughs> だから、ドットコムはだいた1400円。ドットビズ今1700円ぐらいかな。まあ、ドットコムとドットビズか、たいまあここら辺じゃないですか。多分ドットコム行くと思うんで、ドットコムだと1400円ぐらいです、今。うん。そう。うん。まあ、そんな感じですね。あまあ、一応見るべきポイントとしては、えー、年会費を見てください。 で、あと、初期費用で、えー、まあ、どこがいいのかとかね。はい。いうとこでございます。まあ結論、ドメインはどこの会社は別にいいんじゃないかなっていうとこですね。まあサーバーは X が絶対いいと思います。安定してるんで。はい。ということで、えー、終わりたいと思います。ありがとうございます。